放送大学の知性がさまざまなテーマで語り尽くすスペシャル講演。今回は青森学習センターの倉俣修一前所長、宇宙物理学の専門家です。テーマは青森ゆかりの天文学者一戸直蔵と前原虎吉。一戸は科学雑誌を創刊するなどし、天文学の裾野を広げようとした人物。一方、前原は天文学で狭窄を救いたいと生涯観測を続けたアマチュア研究家。大役所的なやり方では命学の研究ができるものではないと。世界が注目する宇宙探査国へと成長した日本、その礎を築いた研究者たちの功績を紐解きます。放送はご覧の日時です。